エネルギー基本計画の策定の経過、それから内容、原発を純国産エネルギーとして、まあ、これ本当にいつの時代かという、表現ですけれども、重要なベース電源として引き続き、まあ、活用していくと。そして世界で最も厳しい水準の新規制基準によって安全が確認された原発は、まあ、再稼働して使うと。そして核燃料サイクル政策は引き続き着実に推進すると。何が着実なのか全く分かりませんけれども、そのようなひどい内容となっています。今、まあ、このパブコメが実施されていますけれども、そのパブコメが始まったのが12月6日、そして、まあ、締め切りが今日ということでわずか1ヶ月、そして、まあ、今月中1月中にも閣議決定されようとしているというような拙速なスケジュールです。そして意見聴取会、公聴会の開催も予定されていません。今となってはおととし12年、福島県でも意見聴取会ありました。長時間にわたって40人の方が集まって、みんなが原発なんかもういらないんだと言いました。原発はエネルギーが足りなくなったらどうするんだという問題ではないんだと。原発をまずゼロにして、その上でエネルギーを考えればいいんだってことを福島県民は声を大にして言いました。原発を稼働させるっていう選択肢はもうないと。私たちのこのひどい状況を見たら、それはもうみんなわかるはずだっていうふうに口々に言いました。福島は今も放射線飛び交ってます。見えない戦場だと思ってます。弾じゃないです。放射能だから、見えないから。だけど本当にそういった見えない戦場の中で暮らしている私たち、最前線にいる私たちの気持ちがね、ここ霞が関の人たちには本当お分かりにならないんだと。地震が起きるたびに怖いんです。原子炉どうなってるのかなって思うだけで怖いんです。汚染水ながらダダ漏れしてます。それも本当怖いんです。どんなことが起こるか分かんない。そんな状況で暮らしてる私たちにね、相変わらず原発を推進するんだっていう命令書を出してきて、これでいいだろうって言われたら、どんな気持ちがするかっていうのをね、みんな本当考えてもらいたい。一つだけ冒頭のところで注目すべき文章があります。福島の重大な事故の教訓を乗り越えてと書いてあるんです。乗り越えちゃいけないんです。教訓をそのまま受け止めて次の政策に反映しなきゃいけない。しかし彼らはもしかしたら誤植かもしれないけど乗り越えてしまった。乗り越えることによって完全に忘れた。そして原発を推進するというのが今回の結論であります。どうこうこの問題について国民のたくさんの方々が反対をし続けているわけですけれども、彼らは結局いろいろ並べた内閣、どうしても原発が必要だという意見だけを真摯に受け止めたということになっております。これから頑張りたいと思います。よろしくお願いします。